えー、ブログをご覧の皆様、こんにちは。武田邦子です。この新方式の画像方式の第2回目ですね。逆転講座の、まあ、5回目くらいになるかな、まあ。錯覚の原因みたいなもんですね。えっ、ー、と、まあ、原因を探るという意味では錯覚の原因ですし、それから目的としてはですね、夫婦仲良くいくとか、人間か、職場の人間関係を改善するにはどうしたらいいか。まあ、そういうようなタイトルをつけてもいいわけですが。 その第2回目です。1回目は紫式部に飛行機を見せたら、天狗じゃないのって言うだろうと。それはたった1000年前なのに、えー、どうしてそういう飛行機を見て天狗なのって言うかっていうと、紫式部の時代に単に飛行機がなかったっていうだけなんですね。ですから今から1000年後に、もちろん世の中違いますから、つい何十年か前にスマホ、携帯電話ができたと思ったら今も、 圧倒的に毎日の生活になくちゃならないになるわけですから。ですから、もう我々っていうのはですね、本当にこうある瞬間、非常に未熟な知識の中に生きているってことがわかりますね。で、今日はまあちょっともう一個踏み込みましてですね、実は私ね、学生を指導しててね、本当にね、困るのが一つはですね、学生が頑張るんですよ。学生が実験データを持ってきますとね、僕はね、うん、これちょっと、この実験データおかしいね、なんて言うとね、先生 傲慢じゃないですか。これね、実験データなんですよ。実験データでこういう結果が出てるのに、先生、間違いじゃないですかって、何ですかなんていう場合があるんですけど、実はね、人間っていうのは目で見たものを信用する傾向があるんですよね。目で見ると、それが本当だと思っちゃうんですよ。だから、先生、これ、実験して目で見たんですよ。目で見たものが違うなんてことあるんですかっていう時に、私があ言うことがあるんですね。 いや、目で見たことは実際本当じゃないんだよ。で、その二つ例を挙げるんですが、一つ目がですね、君はあの朝太陽っていうのは東から出てくるだろうつって出てくる。そのまま昼頃になると太陽は真ん中、空の真ん中ぐらいに行って、太陽あれ動いてったろうって言うんですよ。でね、どう見たってあれ太陽動いてるよと。何回見たって毎日毎日太陽は東から登って西に沈んでるから動いてるじゃないかと。だから昔の人は、 あ地動天動説。つまり地球がじっとしてて、太陽が動いてると思ったんだと。ガリレオが出てくるまでみんなそう思ったんだと。それはそれはそうだよね、と。だって今君が言うように、目で見たものが本当だっつうなら、今でもあなた太陽が地球の周り回ってるって言ったらって言うんですよ。そうね。まあ素直な学生はそこで、あ、そうだな。確かに目で見たものは事実じゃないかもしれないな、とか思うんだけど、ひねくれた学生で頭のいい学生はね、 いや、それはね、先生、相対運動の関係であって、地球から見れば太陽が回ってるし、太陽から見れば地球が回ってるんですとかって、ひねくれた答えをする人いるんで、そした時はね、まあまあ、その学生もそのうちにはわかるから、そんな反応しないで、じゃあもう一つ、ちょっと考えてみようか。こういうわけですね。えー、ね、太陽はね、いつも東から出て西に沈むよねって。で、西に沈んで、ただ太陽が、その西に沈んだわけだから、 太陽はどこにいるの西にいるよねだって西に沈んだんだから。こう言うわけですよ。そうですね。西に沈みましたから西にいますよね。したら次の日は太陽は西から出るんじゃないのだってね、社長がね、今日は東京から新幹線で鹿児島行きましたと。明日は社長はどっから来るんですかって、そう、君、アホじゃないの <laughs> 東京から鹿児島に行ったら、次の日は鹿児島から 東京に帰って来られるに決まってるじゃないかと、こう言うでしょ昔の人もそう考えた。太陽が東から出て西に沈んで西にいるから。だから明日は西から出るだろうと、こう思うのが普通じゃないですか。で、昔のヘリクスが来ねる人がいて、いや、太陽、太陽は夜中の間に北の方をこうずっとこそこそと行ったってうことは、まああんなに明るいからね、北の方、夜北の方太陽がこそこそ行ったらわかるはずだと。 で、いうことになって、結局、昔、太陽は、夜はどこにいるのっていう時に、困っちゃったわけですよ。それで、まあ、それを探検しに行ったっていう落語の話もあるんですね。え、ある、アホがですね、太陽を追っかけて、西のどこにいるか俺と突き止めるよっって、バーッと行って、それで、走って行ったら疲れて、その土地でバタッと倒れて、ぐーぐー眠っちゃったと。 そして、眠って朝起きたら太陽が、西に向かってその人走ってますからね。西に向かって倒れてく寝てたわけですよ。朝起きたら、なんと太陽は足の方から、つまり東から出てじゃないですか。あ、俺太陽を追い越しちゃったって話がね、落語にはあるんですよ。